場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。それ。さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことはさっきコレーが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレーに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレーに頼まれたから。正直言うとコレーの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレー曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレーも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリー、コレーは何の病気にかかってるんだ？持病って言ってたけど、まさかずっと前から病気だったのか？そうだ。コレイはまだ小さい頃にマリン病という病を患ってしまった。マリン病？これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることからその名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、時には感覚がなくなることもある。そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ結構怖くないか？また、まさかこの間コレイがうっかりしたのも原因は？うん、マリン病の影響だよ。だからコレーにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけどマリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレーの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレーをファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイだって？ファデュイを知ってるんだね。説明する手間が省けるよ。とにかくコレーを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は彼女にとって決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、未だに人から触れられた時恐怖を感じてしまうことがある。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン、コレイからの伝言がある。昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。それからごめんなさい、ずっと病気のことを黙っててとも言ってたよ。コレイは何にも悪いことしてないじゃないか。謝る必要なんかないんだ。うん、その言葉は次コレイに会うとき自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ティナリ、任せてくれ。まあひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でもコレイがガンダルバー村に来た当初は
確かに今よりずっとマシだった。あの時彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもうやめておいた方がいい。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから、話はここまで。